山品の宮菊丸を7月3日から1908年5月2日は日本の皇族、海軍軍人、山品の宮明親王の第一王子、母は家女房中条千恵子、官位は海軍大佐大君以降4級、1874年1歳を目前に、 梨本宮守の親王養子となり、1881年後、次梨本宮の第二代となる。当初実家である山品の宮のはおじにあたる、てい郎が継承することになっていたが、王が父とてい郎の間の兄弟の一人である正松宮明人親王の養子に転じ、より人を名乗ったことから、1885年には山品の宮のに復席し、 明田新能の啓視となる。梨本宮はいとこにあたる森政王が継承した。王は海軍に入り、岩手、八雲物分隊長を務めた。1908年5月2日公挙する。階級は中佐であったが、同日新級し大佐となった。また、気象学を研究し、自分で観測所を建設するほどであった。王が建設した観測所は気象庁を経て、 つくば大学とつくば神社が共同管理するつくば神社、つくば大学計算科学研究センター、共同気象観測所となっている。菊間郎は、公爵九条同行の娘、の子を人としたが、彼女が1901年に皇居すると、後に、島津忠義の娘つね子と再婚する。の子人の間には、次男和女がおり、つねこ人の間に三男。 第一王子武彦王は山品の宮を継承し、第二王子吉丸郎、第三王子藤丸郎、第四王子萩丸郎、第五王子茂馬郎はそれぞれ山品、筑波、鹿島、葛城野の姓を賜り親戚降下した。また、王女の靖子女王は、皇爵、浅野長武に降下する。ありがとうございます。